改めまして、神谷博史です。ますます、小野大輔です。はい、ですね、スタジオが違う理由なんですけれども、なんか、あれですか？異臭騒ぎですか？異臭騒ぎ的なことで？締め出し？締め出し的な？出入り禁止的な？的なことなの？まさか。まあ、違うと。違うんですよ。よかったよかった。はい、まあほら我々あのオープンエンドの CD 出すじゃないですか。はい、まあその件でね、ちょっとその絡みできてるんですよ、うん、ここに。お、まあ確かに。はい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 、その話を、うん、もうね、あのこのスタジオと同じスタジオにですね、はいはい、とてもいいマイクが立っておりますね。そうですね、あそこで何が撮られたのかと。あそこで、まあちょっとしたレコーディングですよ。はい、我々がなんか1分ぐらいで終わったんですけど。まあ何が CD に入ってるかっていうのを思い出していただければいいと思うんですけれども、まあまずオープニングのマイディアガール、はい、でエンディングの月のマネ、ね、で何だったっけ、何だったっけ、なんかもう一曲あった気がするけどな。トゥリャトゥリャだ。それです。それをレコーディングしました。いやー、さっきすごいスピードで終わりましたね。1回テストで2人で歌って、2回目回しますっつって終わりです。それぐらい雑です。いや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 、やつけじゃないよ。一番いいテイクが当たり前じゃないですか。もうテイク2で完全 OK ですから、はい、むしろテイク1ですよ我々ね。うん、だって1回目テストだから本気で、うん、はい、やったから、ね、それでも終わりですからね。本当にもうどれだけ我々の歌唱力上がってるかってことです。違うと思う。全然違うと思う。自分で言ってて胸が痛いもん今。そんなことないよって言いや、もう綺麗にしてくれますよ。いや本当にね、うん、いや綺麗にするも何もあれはどうしようもないだろう。大体あんなものを普通に QR のいつものマイクでもいいじゃねえかって話だもん。で、何これ。あ、分かった。うつぴーが映像撮るためでしょ。うんって。なんでムカついてんの。なぜか今日も内田さんいるんですけれどもね。いますよね。レコーディング風景もなぜかカメラ回してました、ね、本番の時は、うん、本ちゃんも僕ここで撮ったのね。おー、月の真似も あとマイディアガールもここで撮ったんだけれども、はいはいはい、一応うちぴーがいてですね、うん、カメラ持ってたんだけど、残念ながら、まあ、レコーディングが相当マジでやってたので、うん、日よってカメラを回さないという。いやいや、空気読んだの。空気読んで、なぜかカメラを回さないというですね、大失態を犯しまして。来たんだったら回せばいいじゃないかって言ったら、いや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 、ちょっと、そういう意味じゃなかったんで。ね、でもカメラ持ってる。持ってました。持ってたんだけれども、みたいなところで、ね。もうどうする気なんだ。まあ、テラテラバースデーに関しては撮りましたと。まあ、これ来てよ。とりあえず、そうですね、その話はタイトルで触れたんですけれども、まあ、ね、山と魂って書いたですね、T シャツを小野くんがまたプレゼントで買ってきてくれたので、はい、これをですね、あの、リスナーの方の1名の方にプレゼントいたしますので、あれ先はまた番組の最後に言いますので、皆さん、小野くんが買ってきた山と魂って書いた黒の T シャツ、これね、男性の L サイズぐらいあるんじゃねえかな、すんげえでっかいんですけども。L かな ?M かな、はい、これ。M が、男性の M ぐらい。いや、驚くべきことに M が確か売り切れてたんですよ。じゃあ L? で、L でいいですっつって。で、いいですっつったの。はい。前回のあの、龍馬 T シャツは、S でしたから。S 買ってきてくれたのに、うん、今回なかったから L 買ってきた。いや、サイズよりも、やっぱ字だなと思って。字だから。いや、マード魂、ジャパン。完全だってさ、京都に来た外国の方向けに売ってるやつじゃない？はい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 。だって全然京都の匂いしないじゃん。洗ったから。一回洗っちゃった。あ、だって売れない匂いがするって言われたから前に。さすがに洗ったらもらってくれるかなと思って。道理でなんか一回使用した感がなんかあるような具合なんだこれ。あ、ぶっちゃけ言うと京都で一回来た俺。来たんだ。じゃあ一回小野くんが京都で来て、小野くんの洗濯機で洗われて、で、はい、今このスタジオにあるこの T シャツを、はい、プレゼントいたしますので、あげるの。小野くんの大和魂 T シャツが欲しい係まで送ってきてください。宛先は最後にいます。なんで京都行ったの。あ、舞台挨拶です。お仕事です。舞台挨拶で行ったんだ京都。うん、うん、堪能しましたね。何を。お寺を。ほー、うん、すごい。いや、当時すごいですよ、うん、マジで。行ったことあります。行ったことない。すっごい立体マンダラ。何それ。え、ちょっとやらしいね。いや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 、マンでしょ。そう、マンのとこだけでしょ。違うの。あの仏像がですよ、普通はあの一列に並べてるじゃないですか、うん、あれが、まあ、言葉はあるんですけど、ジオラマみたいになってる。マンダラの形に、そのちょっとやらしい、マンダラの形に乗っからんでもええのに。そう、あのお釈迦様がね、はいはい、その如来がいたとしたらですよ、周りに菩薩がいるわけですよね、うん、で、あの八部衆とか、あとあの
天ですよ、天。ん？何天？なんとか天とか、まあ、毘沙門天とかあるじゃないですか。ああ。そうそうそう。あれがこう。銃じゃないのね。散りばめられて。え？ん？うん。散りばめられているんですよ。だから、角度によって、こう、見え方が違う。これ。え？舞台挨拶の話は？舞台挨拶は、赤本さんが一緒に行ったんですよ。お、そう。赤本さんがやっぱりすごかった。ノリピーすごかったです。はい。あの、一番前の席の人のお水を飲むっていう。何してんの？はい。うん、自由すぎでしょ。うん。なんで飲んじゃったの？まあ、その人は、まあ、後々聞いたら、実は、まあまあ、役者さんだったっていうことで。あ、そうなんだ。うんうん。お知り合いとかそういうの？いや、あの、ムントっていう作品だったんですけど、うん、ムント出てた。ああ、そうなんだ。声優さんだった。ああ、そうなんだ。うん、なんですけど、いきなり飲むから、ええー、と思って。お客さんの水飲んでるみたいな。すごいな、それが京都土産だったのね。はい、まあ、ありがとうございます。北海道土産は？何北海道って？北海道土産ください。ああ、小野くんが、その京都に行った前の週かな？あの、北海道の方で僕も G フェスでイベントで行きまして、うんうん、初めて北海道行きましたよ。寒かった。すごい寒かった。まあ、北海道ですからね。うん、で？え？で、この番組に、うん、お土産的なものは。そうだね。でも2週間、3週間、4週間ぐらい前？もうぼんやりしてる。そんな前そんな前じゃないでしょ？思い出して？お土産、ないのか。ジャガポックル的な？ああ、そういうの、そういうの。ああ、ジャガポックルあるよ、うちに。うちにあるよ。持ってきてない。あ、持ってきたか持ってきたかって言ったら持ってきてないかもしれない。なんで煙巻くんだよ。どっちかって言ったらね。ああ、そうですか。残念ながら。残念ながら。じゃあ次持ってくるかな。賞味期限か。もういいっすよ。もういいっす、もう、ね、代わりにこれもらってくださいよ。でも本当にね、あの、ちょっと荷物がいっぱいになっちゃって、実はですね、そんなに、はい、買ってる余裕もなかったんですよ。もうほとんど移動で。うん。うん、なので、ちょっと残念ながら。次は次は次はなんか。次、ヘンディー買ってきてください、ね。はい、わかりました。はい。ちょっと考えます。お願いします。はい。というわけでですね、ふつつと、はい。ディアネーム、ひふみさんからいただいております。ひろし、おのディ、モス。モス。G フェス2009。東京公演に行ってきました。とても良い席に座ることができ、ヒロシーを今までで一番近く見れました、うん。はい。個人的には最後に足元に落ちたクラッカーのピロピロを客席に投げたら、見事に自分の方へ戻ってきてしまったヒロシーが、どんくさくて可愛かったです。ああ。こんなことあったんですか？そう、最後に、うん、まあ、マモちゃんの音頭で、機動戦士ガンダムダブル、おーっていうところがあって、うん、みんなでおーっていうふうに言ったんだけど、その瞬間、うん、あの、舞台の上下からバズーカーで、こう、紙吹雪というか、ありますね。飛ばしてくれるっていう演出があって、うん、まあ、降り注いだわけですよ、バーって。うん、で、僕、両手上げてたんで、その両手にこう絡まったやつを、うん、まあ、払うってんじゃないですけども、客席に向かってこうやって投げるというか、払ったのね。うん。したらなぜか、まあ、全然覚えてないんですけれども、うん、まあ全然客席まで当然飛ばないよ、ペラペラしたやつだからさ。うん。ペラペラした銀紙みたいなやつだから。うん。うん。で、それがなんか戻ってきたみたいだね、どうもね。ヒュー全然もう覚えてないんだけれども、その後すぐにお辞儀しちゃったからさ。ああ、自分的には分かってない。視界消えちゃってるから。ああ。うん、なのでまあどんくさいっていうふうに言われたらそうなのかっていうふうに今ちょっと思ったんだけどすいませんでした本当に、ね、可愛かったですというね、ありがとうございます。まあでもお越しくださったみたいでね、うん、ものすごい応募があった中での、うん、本当に限られた人しか見られないイベントだったので、まあ無料イベントだったから DVD 買った方の中から抽選でっていう感じだったから、うんうんうん、あの本当に限られた人しか来られなかったんですけども、ひふみさんはいらしたみたいでね、本当にありがとうございます。いいですね、うん、はーい。おーい。引き続き皆さんからのふつつとお待ちしております。